これパーカーアディダスだよ。ほら。元気なのみんなはさ。梅干し食べるよ。20分しかしないけどさ。カトいないよもん。めっちゃステ様から通知来る。三兄弟で動画撮りたい。ウィンク。聞こえるこの辺。この梅干しのさ音。梅干し多分太んなくない？あんまり14しかないよ。明日頑張れって言ってください。明日頑張れ。梅干しなくなっちゃう。手でケーキしてほしい。もう一回あんの？ジュちゃんの出てやんの。こうややめてないよ。たまにしてる。わめわめ水たまにしてるよ。好きな服のブランドはトランジェンソンリモードっていう。あっ、初だったよ。あと1個しかない。梅干し長い。今日関係頑張ったね。梅干し今日のリップは今日も買って初めて使ったんだよね。めっちゃ可愛くない？この色。めっちゃしての、リップエディシリップエディションティントルージュの、やばい、暗くて何も見えない。03番。ピンクだよ。
コンビニは、どこが好きかな。ファミマに、ファミマが割といつも近いんだよね。なんかどこにも、スタジオからもファミマが近いし、自分より年下で初めて大好きになった。みんなにまつげ褒めてもらったんだよ、今日ストーリーで。ねえ、分かりづらいね。どうやったら分かんの？こんなにも。これね、巻きじゃありません。パーカーだよ。捨てサバの訓練が終わった。付き合うなら年下と年上どっちがいい？年上。芸能人で一応、いや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 、恐れ多いですよ、私が芸能人なんだなんて。頑張りますよ。すっぴんじゃないよ。まつ毛かと思った。これはマスカラです。同じ年と年上はどっちですか？年上だね。同じ年でもなんか大人みたいな考えしてる人は好き。だってさ、嫌の年下ってなるとさ、高一、中三とか中学生になっちゃうから、なんかツンデレかデレデレかツンツンだったらどっちが好き？どれが好き？ツンデレかデレデレかツンツン。デレデレも可愛いけどね。ツンデレでデレデレの頻度がちょっと多めがいいんですね。試合の人と付き合ったことあるよ。期末テストの勉強法、私勉強しないんだもん。もう見るだけ。セリシャンのこと好きでしょ？マジでないから、本当に。ジュン君のファンの人ね、心配たまにしてるけど、マジで何もないよ。身長153。ツンデレだけど、ツンツン多いと寂しい。ね、わかる。ツン2割で出るなら、ごめんね。充電なくなっちゃったよ。ごめんね。充電なくなっちゃったよ。やった。みなちゃん彼氏とかできたらツンデレデレそう。あ、多分そうだと思うよ。もともとの性格がさ、割と師匠だから。でも甘えたい。声かわいい。本当に？毎日夢にユナ出るんだから。もう付き合っとるやん、そんなん。18いけますか？何が？そうだったよね、俺の時って。誰だよ。誰だよ。勉強のよし、頑張ってね、勉強。
好きな人の前ではしゃぐよ。てか好きな人の前でも別に動画の時とか変わんない。性格のいいブスか性格の悪いイケメンどっちがいいですか？性格のいいブスでしょ、付き合うなら。部活頑張れん。カラコンしてない。俺の言うことも聞けよなって。なんだよ言うことって。告白って直接してほしいよね。そうだよ、うん、絶対そうだよ。ひねちゃんこのコメント読んでくれませんか？今日のカラコンは裸眼です。今日仕事だったよ。今日ねラジオ収録だったよ。高校受験は私あれ高校通信だからね、受験とかもなかった。最近ハマってること、最近ハマってること、捨てサバ。みんなからの質問を読む。ん？この画面読んだらウィーンク。久しぶりすぎるよねー。ん？ついて。映画好きだよ。みんなで映画見よう。釣りユナもだけど、カイユナも好き。関西コレクション誰と話した？いろんな人と話した。誰だろう、いろんな人と話しました。何県在住？私東京都。アイロンサロニア。今自分の家だよ。異性の好きな髪型なんだろう。爽やかな髪型してたら何でもいいや。なんかちょっとチャラそうな髪型はあんま好きじゃない。あとさ、なんかみんな割とマッシュ好きだけどさ、私あんまりマッシュ、え、まかっこいいとは思うけど普通。好きな人がやってたら何でもかっこよく見えそう。肉眼で見たゆなちゃんレベチです。ん？ナイシン。めっちゃ何年も前から押してるけど初めてコメントしてみた。なんで今までしてくれなかったの？お腹鳴っちゃった。好きな人がタイプっていうタイプなんだね。そうだね。好きな人、確かにそうかも。知れなくもなくもなくもない。ひなちゃんに会ってみたい。会いに来て。
俺と結婚しよう。ごめんなさい。でもアイコンユナにしてくれてるよ。かわいいね。男の子かしら。ユナちゃん、カルTVは楽しいですか？楽しいやん。今日バブい。え、マジバブくないからね。なんかさ、最近さ、ユキさんとかにもさ、バブいって言われるけどさ、全然バブくないもん。よきよきライブしてる？とつりに行こっかな。ね、なんでこれすぐエフェクト外れるの？やめてよ。ポップのイベント当たってたらいいな。ね。うん。ね、私これもう10分過ぎてる。何分からやってるっけ？ゆきさんもバブいよね、それな。全然私バブくないしね。これアディダスだよ、パーカー。アイライナーはダークブラウンみたいなやつです。ナチュラルブラウンとか、ブラウン、ブラウンだけど黒に近いやつ、なるべく。眠くなってきた。今日ラジオを撮ってましたよ。ラジオと YouTube。 好きな人いるってマジですか？いや、いないですね。否定しないってか、私好きな人いるっていう聞かれ方しないの。彼氏いますかっていう聞かれ方する。好きな人もいないよ別に。好きな人すらいないよ。私に恋愛は訪れない。ゆきさん、ライブしてるの？やばい、ガチで眠い。彼氏欲しいと思う？うん、欲しいよ。恋愛したいよ。いつも何時に寝てる？2時とか3時とか。バレー部、な、運動できる人男女問わずかっこいいなって思う。私が運動できないからさ、いいなって思う。今めっちゃ眠いよ。どんな人がタイプですか？どんな人、どんな人だろう。面白い人。まあでも礼儀がある人がいいですね。割とご飯食べに行ったりしてごちそうさまっている人あんまりいないからさ、店員さんにありがとうって言える人、ありがとうとかごちそうさまでしたが言える人が好きです。礼儀正しい人。浜辺美波
美さんの写真しか合います。推しですからね。推しプラス憧れ。唇かわいいね。まんま礼儀超大事。わかるね。卓球女子どう思う？卓球女子かっこよ。いいね。卓球とかさ、球技系できるの本当にすごいと思う。タコ族って何部が多いと思う？吹奏楽部。ポップのイベント当たったらゆなちゃんのボード作ってね。推しにリアコってどう思いますか？え、あれだと思いますよ。え、かわいい。ゆなちゃんがありがとう、ごちそうさま言える人が好きだって言ってたから、私店員さんにありがとうございますって言うようになった。だってかわいいね。かわいいね。死ぬまでに一回でいいからゆなちゃんに会いたい。会おうね。ゆなちゃん推し、嬉しいよ。ありがとう言うようになったの？最近ゆなりんしか見てない。いや、何のマスカラ？ヒロインマスカラの茶色です。あ、でも今日黒かも。黒はオペラのマスカラです。オラのコメント遅れてない？遅れてるよ、見れてるよ。今日で彼氏と400日目だからおめでとうって言ってほしい。おめでとう。400日とか何年だよ。幸せそうで何よりだし。最近何してる？何をアイコンの話。片目一重。太いです。でもなんか今日太い幅おかしいんだよね。ゆなちゃんをして4年目。かわいいな。ゆなちゃんと USJ 行きたい。私インドアなんでどこも出ません。お家の中で一緒に過ごしたいタイプ。僕の DM 見てる？わかんない、どうだろう。たまにいろんな人の DM 見てるよ。10分の次元。10分経った？10分経ったのか？好きです、ありがとう。まだ4分。なんだよ。家来て、行きませんよ。あと何分しようか。本当にまつげ長って。いや。
ポップチューンの中で一番いいの調子してます。ありがとうございます。ゆうは最近学校ないよ。ずっともう高校入ってから通信だから、今全く同じ体制で草一緒に寝てるね。この体制楽だよね。眠すぎて声出ないもん。寝落ちしない、はい、寝落ちしないです。ゆうちゃんはこれ落ち着く。食べたい。食べないよ夜ご飯は。もう遅いけどね時間。たくさん寝てね。たくさん寝るね。今日のリップエッチしてだよ。なんだ。うつ伏せ、うつ伏せじゃないもん。もう横に寝てるもん。高三男子は159センチって。どう思う？いやいいと思うよ。まだ伸びるよ高3は。20歳まで伸びるよ。かわいいゲームが愛おしい。これゆるちゃん声優はか。うん、ありがとうね。停止されてた。また YouTube で歌ってくださいね。歌いたいね。あとじゃあ5分で終わるね。20分に終わるね。うん、眠たいよ。めっちゃ通知来るな。捨てサバ。今日でゆなちゃんに一目惚れしてから5年目です。マジで大好き。うん、かまい。ねえ、いやもう5年もやってるんだね。一緒に寝よう。やだ。まつげ美容液ね、塗ってないよ。ゆの浅く耳。そろ、痛い。あ、そろ痛い。今マジで同じ体勢。イエーイ。恋愛相談みたいなのまた言った。やろう。みんなが恋愛してるそうでよかったよ。みんな精神送ってるね本当にね。羨ましいよ。私も可愛いって言われたい。可愛いよ。ひらちゃんが初めて女の子でめっちゃ可愛いって思った子です。うん、嬉しい。悲しくなるくらい好きな人できない。見て今の顔、怖かった。じゃあ、ゆなのこと好きになったよね。
ニス頑張れてってほしいです。テニス頑張ってね。19年生きてきた中で唯一の推しでしたって。嬉しい。てか DM 返したことあるね。アイコンが覚えやすい。ユナが一番好きだよ。嬉しいよ。なんでみんなそんなに優しいの。宿題が終わらない。終わらせなさい。頑張って。たた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 。野球頑張って。ゆなりに DM 返された時泣くかと思ったって。ん？これアイコンアンパンマン？ユナパンマンにしてる。これ終わったらじゃあ10分だけ寝て頑張る。みなみちゃんいるの？みなみちゃん、さっきまで梅干し食べてたんだよ。ゆな、みなみちゃん、なんでみんないるってわかるの？みなみちゃんコメントしてた？みなみちゃん、みなみちゃん、ゆなの初恋は小5です。みなみたーん、かわいいね。みなみたーん、かわいいね。ゆなちゃん、マジで眠いんだけど。もう視聴者側、視聴者欄見れんようになってさ。何それ。ねえ、コメント見れなくなっちゃったよ。え？なんで？え？なんかおかしくなっちゃった。やばい！なんかおかしくなっちゃった。え、てかこれライブも終われない。ちょっと待って。なんかおかしいよ。すごい、ちょっとめっちゃ目覚めちゃった。え？戻って。どうしたらいいの？出てる、出てる。ん？これどうやって直したらいいの？されたよ。待って、本当にやめられない。終わりたいのに。20分過ぎちゃったよ。え、これだったら、これだったらいいの？コメントも見れないんだけど。これアプリ消していたらさ、これもライブになってんのかもわかんない。まだライブになってますかね。ライブになってたら皆さんおやすみなさい。私はもう寝ます。寝ないけど。めっちゃバグってる。もう全くもってコメントがないよ。あとでストーリーのせい。バイバーイ。
あ、めっちゃブレた。